世界トリップで学ぶお金持ちへの道。平凡なサラリーマンが金持ちが持つ4つの力を手に入れるとどうなる？の巻。俺は普通の仕事、普通の年収、普通の人生を送っている田中だ。ちなみに独身だ。お金はまだない。はぁ、どっかに札束落ちてないかな。お？なんだあれ、まさかお金？キングオブマネー、お金持ちへの道って、お金じゃないんかい。ちょっと開けてみよっと。人生ゲームみたいなものかな。え？おらぁ、なんだここ。ようこそ、普通のサラリーマンよ。誰？金持ちになりたんやろ？聞いてねえ。あ、ごめん、わしはリョウやで。この世界の管理人と思ってもらえたらええで。管理人？せや、とりあえず簡単に説明するで。この世界は知識や行動でお金持ちを目指すゲームや。レベルアップイコール豊かなお金持ちに近づくことやから、上を目指して頑張りや。さあ、普通の仕事、普通の年収、普通の人生、普通の性格のサラリーマンよ。わしが君を今からお金持ちに導いてあげるで。普通の性格って一言多くね。まず基本装備はこれや。ほれ。おお。って、なんか頼りない。盾ちっさ。初期装備はそんなもんや。ドラクエでも最初はヒノキの棒と布の服やろ。贅沢言うな。よっしゃ、次は装備を強化しようか。強化ってモンスター倒したりすんの？せやな、君が倒すべき相手は君の中におるで。いきなりかっこいいこと言い出したな、おい。まあそれは置いといて。よし、じゃあフツリーマン君はお金持ちになるには何をしたらええと思う？めっちゃ略されてる。これ知ってるよ。投資するんでしょ？この前同僚に教えてもらったんだ。うんうん、じゃあ今の装備でまず投資してみ。よし。で、あれ？貯金全然ないんだけど。お金を増やすには投資っていうのは間違ってないけど、ないとこからお金は出されへんやろ。ぐーん、もうすでに積みゲーじゃん。お金がなかったら作ればええやん。いや、そんな、パンがなければケーキを食べろみたいな。今ないところからは出せないってりょうさん言ってたじゃん。自分の装備見直してみ。支出ってコマンドがあるやろ。あ、本当だ、支出がある。どこか節約できるところはないやろか。俺支出やべえ、そりゃ貯金ないわ。何にそんなに使ってんの？でもどれも必要な気がする。結論から言うと、保険、スマホ代、車、家賃、これらの固定費は減らせるで。ズバッとな。おお、すげえ。保険は不要、もしくは掛け捨て。スマホは格安SIM、車は中古で十分や。家賃は相場を調べて交渉してみるとええで。へえ、なんかわからんけどすげえ。詳しくは配信してる動画で解説してるから見てな。なんか毎月の支出が減ったから気持ちが楽になってきた。せやで、毎月の支出が減れば金銭的にも精神的にも余裕が出てくる。それが大事やね。よっしゃ、そしたら次はガンガン稼ぎに行こうか。稼ぐって言ったって、サラリーマンの俺ができるのは残業くらいしか。副業があるで。日本は給料上がらんし、給料所得だけやったら引かれる税金が多すぎて、なかなかお金がたまらん仕組みになってんねん。源泉徴収とか社会保険の天引きとかいろいろ引かれてるやろ。さあ、税金を納めたまえ。収入を増やすには副業がおすすめやで。リスクもないしな。副業はそれぞれの立場とか環境で条件は変わってくるから、一概にこれっては言われへんねんけど、君はなんかできるん？学生の時引っ越し屋のアルバイトをしてたから、地理に詳しいくらいかな。それやったら料理を家まで配達するウーバーイーツとかできるやん。そんな仕事があるんだ。他にも在宅で仕事を受けられるクラウドソーシングとか、ブログアフィリエイトとかも副業にはおすすめやで。あとプログラマーとかウェブデザイナーとかたくさんあるわな。とりあえず俺稼いでくる。こうして田中は副業で収入を増やし、装備をぐんぐん強化していったのであった。うおー、なんかめっちゃかっこよくなってきた。ええ感じやろ。ここまでで固定費の見直しをする貯める力と、収入を増やす稼ぐ力を強化してきたわけや。次は何ができると思う？お金も貯まってきたし、でっかい家と外車を買う。田中アウト。せっかく貯めたお金を全部浪費に使ってどないすんねん、アホか。同僚から教えてもらったこと思い出してみ。あ、わかった、投資ね。そう、それ。今までは自分の労働と引き換えにお金を手に入れてきたやろ。だって他に稼ぐ方法なんてないじゃん。ええもん見せたるわ。ほれ、こいつを買うんや。あっせ、ニワトリ。これは金の卵を産むニワトリやで。毎年寝てるだけでお金を産み続けてくれるめっちゃ可愛い存在なんやで。おー、よしよし。やめろよ旦那。可愛い。
次のステップはお金が働いてくれる仕組みを作る増やす力の強化やで。株式投資や不動産投資なんかがこれに当たるで。月3000円でも配当金が入ってきたらスマホ代が賄えるやろ。確かに。月1万円なら光熱費も払えるで。ってことは月7万円配当金があれば毎月家賃の心配しなくていいってこと？そういうことや。生活の不安がどんどんなくなっていくわな。そうやって日々の生活がどんどん豊かになっていって、いつか配当金とかの不労所得で生活費全部賄えるようになったらめっちゃ嬉しくない？めちゃくちゃ嬉しいです。じゃあ最後にめっちゃ重要な力の話を。やったー、もうこれで最強だ。ん？なんか綺麗な鳥がいっぱい売ってる。この世界の鳥って鶏だけじゃなかったんだな。なになに？1日でお金を10倍にしてくれる鳥？りょうさんが持ってた金の鶏より絶対いいじゃん。ちょっと高いけど買っちゃおうっと。田中アウト。2回目。え？またかよ。だから言ったやろ、気ぃつけろって。学習せえ。見てみー、その鳥。俺のお金食べてる。やめろ。もしゃもしゃもしゃ。世の中には他人の財布を狙ってくる詐欺やぼったくりがたくさんあるねん。もういっぱい詐欺だらけ。世の中詐欺詐欺はあるで。無知なままやとその鳥みたいに一生お金を吸い取られることになるで。亡くなってから後悔しても遅いで。これが自分のお金と生活を守る力や。ほれ、ロープつかめ。現実世界では誰も助けてくれへんぞ。せっかく最強の装備になったのに、また振り出しに戻るところだったよ。お金持ちになるためには、貯める、稼ぐ、増やす、守るの4つの力が必要やで。さらに言うと、そのお金を自分にとって有益なものや時間に充てる、いいお金の使い方も大事やで。これが5つ目の力やな。さあ、3分経ったし、フツリーマン君は元の世界に帰るんや。いや、すでに6分経ってるわ。でも俺、元の世界に帰って、ちゃんと教えてもらった通りにできるかな。未来が漠然としてて、何からすればいいかよくわからないんだけど。しゃあないな。そんな君に最後の選別や。なになに？特別やで。ほんまは女の子にしかあげへんねんけどな。人生の羅針盤？これは君の内面と向き合って本当の自分の価値観や生き方を確認するための価値観マップやで。この人生の羅針盤を完成させれば君の生きたい未来がきっと見えてくるで。りょうさん。じゃあ健闘祈るわ。男に抱きつかれてもかなんし、早帰ってもらおう。ポチッとな。あれ、ここは元の世界。人生の羅針盤。よし、帰ったら価値観マップ作るぞ。固定費も見直さなきゃ。急げ。あれ、ママこれ何？キングオブマネー、お金持ちへの道？ボードゲームかしら。